ちょっと最初は自殺対策と申し上げてましたが、年金の運用のことについて最初お伺いさせていただきたいと思います。官僚の皆さんが加入されている共済年金と、それから我々が加入している国民年金、それからサラリーマンの皆さんが加入している厚生年金との運用利回り、10年ぐらいの平均の運用利回りを教えていただけますか。香取年金局長。過去10年、平成14年から23年までの平均収益率、厚生年金は積立金全体で 1.59%、国共債は 2.07 と伺っております。櫻井充君。これは大変な問題でしてね、官僚が入っている方が圧倒的に運用利回りがいいわけですね。でしかも、グリーンピアなどが問題になりましたが、グリーンピアは、あれは直接お金投資して、で、資産の価値が劣化していくわけですから、そこで損がすることは確定されるわけですが、共済組合で、KKR という建物を建てましたが、あれは全部お金を貸して、最終的に回収してるんですよ。こういうことも含めて、我々が加入しているお金っていうのは全然大事に使われないで、これ国民の皆さんに僕は本当にぜひ知っていただきたいことなんですよ。官僚が入っている方が圧倒的に運用利回りがいいんですよ。なんでこんなことが起こるんですか。香取年金局長。基本的にはポートフォリオの組み方の違いということだと思っております。この過去の10年間の、運用の実績で申しますと、おおむねデフレが続いておりましたので、国内株式の、収益率、あるいは国内外、外国も含めてですが、株式の収益率が、債券よりも少し低いということになります。そうしますと、債券と株式の、構成、ポートフォリオの違いによって、具体的に言いますと、時間平均で言いますと、過去10年間、国内株式マイナス 2.09%、外国株式 0.60、国内債券 1.59 ですので、こういったポートフォリオの構成の違いによって、この差が出たというふうにいたします。そのポートフォリオを作っているのが誰なのかということが問題になるんであって、じゃあ、共済年金は誰が運用しているんですか。財務省主計局副田次長。共済年金の方はですね、共済年金組合連合会が自身がその資産運用委員会の審議を経て、そのポートフォリオを定めてございます。櫻井充君。厚生年金とか国民年金は誰が運用してるんですか。香取年金局長。独立行政法人、GPF と呼んでおりますけれども、なんだっけ、正式名称。ちょっと正式名称はです、長い名前なんですが、そういう独立行政法人に、予託をいたしまして、そちらで運営していただいております。で、具体的なポートフォリオにつきましては、そちらの専門委員会でご議論いただいて、最終的には中期計画の中で厚生労働大臣が認可をするということでございます。基金の名称は、年金積立金管理運用、独立行政法人でございます。櫻井充君。大臣ね、通告してませんが、私は共済組合の共済年金の方で運用してもらいたいです。この10年間、マイナスになったこと一回もないんです。非常に安定的に収入を得てます。資料をお見せすればよかったのかもしれませんが、厚生年金はそうじゃなくて、かなりプラスマイナスが激しくてですね、こういう運用していることそのものに私は問題があると思っていてですよ。私はもうこうであれば、厚生年金とか共済、厚生年金とか国民年金は、共済年金と一緒に運用してもらって、運用してもらう先も、共済年金を今運用しているところに任しちゃった方が、よほど国民のためになるんじゃないかと思いますが、いかがですか。田村厚生労働大臣。ポートフォリオの違いでありまして、どういうような、運用の仕方であるかでありますから、今、加藤局長から話がありましたが、あまり株式が上がらないというような、そういう時代においては、
国共債の今までの運用の仕方が良かったんでありましょうけれども、まあ、これからどのような状況になるかということもですね、将来的に展望しながらですね、まあ、運用というものはもちろんリスクと、これはもちろん運用利回りというのはありますから、しっかりと安全性というものを考えた上ででありますけれども、一定の安全性のもとにおいて、ポートフォリオを考えなきゃならんというふうに思っております。桜井光君。すいません、ポートフォリオのせいにするのはおかしいんですよ。なぜかというと、そのポートフォリオを決めるところは おのおの組織が決めてるんです。ですから組織の能力の差なんですよ、端的に言えばですよ。それはそうですよ、だから首かしげるけど実績はそうなんですから。実績がそうであったとすれば、いや、じゃあ端的に言おうか、私は共済年金の方に加入させてもらいたいですよ。私はね。大臣はどっちがいいですか。田村厚生労働大臣。それぞれ専門的見地からですね、どのようなポートフォリオということをお考えになられておられると思いますので、まあ、どちらかというと結果から言えばですよ、それはそっちの方が運用利回りが良ければそちらになるわけでありますけれども、まあ、これからということを考えた場合ですね、それは適切な運用方法というものを求めていくわけでございまして、今度は国共債と同等かそれ以上になるように頑張っていただきたいというふうに思います。桜井満君。まあ、上手に答弁されましたが、基本的なことを申し上げると、共済年金は基本的には国債を中心に運用しているはずなんです。違いますか。福田次長。国家公務員共済年金組合連合会のポートフォリオは基本的にはその厚生年金のものなどと同様にいろいろなものに運用しているわけですけれども、割合として国内債券が8割という割合にはなっております。そこはご指摘の通りかと思います。桜井光君。まあ、要するに安定したものをずっと買ってるわけですよ。だから、まあ、こうやって安定していて、しかも最終的に平均を取ってみれば運用利回りがいいわけです。で、今回ポートフォリオの見直しをするんだそうですが、これでまた株とかリスクのあるものにの比率を高めるという可能性はあるんですか。田村厚生労働大臣。まあ、それはリスクという言い方がいいのかどうか、それはですね、例えば国債等々を多く運用している場合にはですね、国債の価格が下がれば当然それはリスクになるわけでありまして、国債と株式というものが言うなれば違う値動きをすると考えれば、もうご承知の通り分散投資という意味からすればですね、一定の株式というものを持つということに関しては、それは逆にリスクというものを、まあ、緩和するという話になるわけでございますから、まあ、そこら辺のところも勘案しながらポートフォリオを決めていくという話になろうと思います。桜井満君。今の答弁大変ですよ。政府の関係者が国債のことについてリスクが高いかのように発言されること自体、私はおかしいと思いますよ。今の答弁訂正された方がいいんじゃないですか。田村厚生労働大臣。あくまでも分散投資の中を言っている話で、その株が上がる、国債が下がるとは、例えばの話をさせていただいたわけでございまして、要は例えばのところでリスク分散をどうするかというのが、これがですね、一つの分散投資の考え方でございますから、そういう考え方にのっとって、100% 国債を持つというようなやり方はやっていないわけでありますから、のっとった上で適切なポートフォリオというものを考えてまいるということであろうというふうに思います。桜井満君。そう答弁されるんであれば、もう一度改めてお伺いしますが、私は株の方がリスクが高いと思っています。私は国債の方がリスクが低いと思っているんです。大臣はどうお考えですか。田村厚生労働大臣。さ、満期保有をすればですね、それはまあ国債は国の信用がある限りはですね、当然のごとく決まった運用利率で返ってくるわけでありますから、まあ、そういう意味からすればそうであろうというふうに思います。桜井満君。まさしくそうなんですよ。ですから先ほどその国債が上がって下がってというのはありますが、満期保有すれば全く問題ないことなので、基本的に言えば安定したものなんです。そこである程度の利回りは確保できるんです。で、特にそのこれから金利の問題とかが出てくるものですから、長期の国債を誰が保有するかということはこれ大事な観点になってきていて、まあ、そういう点で言えばですよ、そういう点で言えばこの年金の資金のところが、私は国債使って運用していくことの方がいいんじゃないのかと思ってるんです。少なくとも実績はそうなってるんです。実績はそうなってるんです。ですからこれはお願いしておきたいんですが、これは国民の財産ですから、国民の財産をあまりめちゃくちゃな運用にしないでいただきたいと。
そのことについてだけご答弁いただけますか。田村厚生労働大臣。すべて国債でですね、まあ、持つのがいいかどうか、まあ、国債、年金の積立金もですね、一定時期取り崩していかなければならないわけでございまして、そこでは売却もしていかなきゃならないわけでありますから、そう考えたときにですね、どうなのかという考え方はありますが、しかし一方で、おっしゃられる通り、この安全性というもの、長期にわたっての安全性というものをしっかりと担保しなければならないということは、これは確かでございますので、そのような形でリスクが取れるようにですね、しっかりとした運用してまいりたいというふうに思います。櫻井光君。大臣、まあ、とにかく先ほどの平均のですね、運用利回りを国民の皆さんが知ったときにどう感じるかです。ここのところは私はあの数字見たらやっぱり官僚はですね、自分たちのお金は大事にしていて、まあ、我々国民の金は適当に使ってるんじゃないかと。特に申し上げておきますけど、運用しているところは財務省と厚生労働省ですからね。厚生労働省の方がはっきり申し上げれば、運用能力がないということを示しているわけですよ。少なくともこの10年間は。そして、社会の変化に対して対応きちんとできてきてないから、こういうことになっているのであって、少なくとも年金の例えば保険料引き上げる前に、その周辺の環境はどうであったって、繰り返して恐縮ですが、共済年金の方がきちんと運用されているんですよ。利回り上げてるんですから。そのことはちゃんと、これからの運用に当たってですね、私はもう少し共済年金の見習っていくべきじゃないのかと、まあそう思ってますし、いや、いいですよ。ひどい場合にはやっぱりね、一元化して、共済で私は運用しちゃった方がいいんじゃないのかなと、そう思ってるんです。まあ財務省答えられますかね。副大臣長。基本的には運用利回りの差は先ほど来ご答弁があるとおり、このポートフォリオの差から起因しているということは技術的に申し上げられると思います。櫻井光君。まあ答えられないことは分かってますん で、その上でもう一つは、国債が本当に大丈夫なのかということなんです。で、まず日銀にお伺いしたいんですが、黒田総裁が金利のことについてですね、ずいぶんご答弁されてます、記者会見で。国債の金利の管理っていうのは、これは日銀の仕事でしょうか。日本銀行、雨宮理事。お答え申し上げます。国債の金利だけではなく、社債の金利ですとか、貸し出し金利ですとか、長短各種の金利に働きかけを行いまして、金融政策の効果を発揮するというのを、まあ、金融政策の最も重要な手段であり、波及経路でございます。こうした金融政策運営という観点から、各種金利に働きかけを行い、またその動向については、まあ、重大な関心を持って点検をしているということでございます。櫻井光君。すいませんが、それは、日銀法のどこを読むと、日銀が国債の管理を行う、国債の金利を行うというふうに読めるんでしょうか。雨宮理事。今私が申し上げたことは、日本銀行は国債の管理という立場ではなく、あくまで適切な金融政策運営という観点から各種金利に対する働きかけを行っているという趣旨でございます。日銀法上は通貨調節、法律上の文言で申し上げますと、第2条でございますけれども、日本銀行は通貨及び金融の調節を行うにあたっては、物価の安定を図ることを通じて、国民経済の健全な発展に資することをもってその理念とするとございますが、このまさしく通貨及び金融の調節という文言が私どもの行っている金融政策に相当し、その観点から各種金利への働きかけを行っているということでございます。櫻井光君。そうすると、本来の国債の管理っていうのは、どこが行うことになるんでしょうか。雨宮理事。今先生のおっしゃる本来の国債の管理というご趣旨でございますが、もしこれが国債の円滑な発行、消化、流通、あるいは償還の促進、確保ということであれば、これは当然日本銀行の所掌ではなく、財務省の所掌であるというふうに理解してございます。櫻井光君。財務省の設置法にですね、32項っていうんでしょうか、ここは。国債に関することというふうに定められております。この国債に関することというのは、具体的に言うとどういうことを指すんでしょうか。
財務大臣官房南審議官。今法律で財務省設置法においては国債に関することというふうに定められております。それから国債に関する法律というのがございまして、第一条で国債の発行価格、利率、償還期限その他記載に関し必要なる事項並びに元金償還利子払い等は財務大臣これを定むというふうになっております。で、具体的には財務省としましては、国債の確実かつ円滑な発行、それから中長期的な資金調達コストの抑制を目標として、国債管理政策に取り組んでいるところでございます。櫻井満君。そのためには国債の金利っていうんでしょうか、これは非常に大事なことになってくるんではないのかと思ってるんです。今回の25年度の予算は、その当時の長期国債の金利が 0.8% でしたので 1% 乗せて、1.8% を予算に計上してますよね。それも含めてその国債を例えばその市中で、償還してもらうためにはどうかというと、結果的にはその金利の動向、もちろんもともと国債の価値といった方がいいのかもしれませんが、それを高めるなり何なりしていくということは非常に大事なことになりますね。これはいいですよね、この点については。で、そうすると改めてですけども、金利についてもこれは財務省の責任ということになるんではないんですか。要するに安定させるということ。今のところの一番問題は何かというと、金利の変動幅が非常に大きくなってきていると、これは財務省危惧してますよね、ここについては。ですからこういったことについて安定的にさせるというのは日本銀行の仕事ではなくて、これは財務省の設置法や今の国債に関する法律も含めてみれば財務省の責任ということになりませんか。南審議官。まず国債金利の水準についてでございますけれども、これは経済財政の状況や海外市場の動向等のさまざまな要因を背景に市場で決まるものというふうに考えております。ただし、今櫻井委員がおっしゃられましたように、国債金利の大幅な上昇ということがありますと、経済社会に大きな影響を与えるのみならず、資金調達コストの増加をもたらすことでございますので、財務省としては国債金利の水準については十分注意を払っているところでございます。その中で国債の確実かつ円滑な発行、それから中長期的な資金調達コストの抑制に取り組んでいるということでございます。櫻井満君。マーケットで決まってくるというのは最終的にはそうですが、しかしその金利が上昇するということは国家財政にも大きな影響を及ぼすわけですよ。それから今の年金の運用にとっても非常に大事な点なんです、ここは。ですから今ここのところで問題視しているのであってですよ、改めてお伺いしますが、それではですね、財務省の設置法にもう一つですね、こういう決まりがあって、34のところに、日本銀行の国庫金及び国債の取扱い事務を監督することという、こういう文言も実は所掌事務の中に入っているんです。現在、日銀が行っている国債の買い取りについて、財務省はどう判断されてますか。南審議官。現在先ほど日本銀行の方から答弁がございましたように、金融政策のため、金融政策の観点から 2% の物価安定目標を実現するため、国債の買い取りが行われているというふうに承知しております。で、この買い取りにが債券市場に影響を生じるのは生じている可能性があるものでございますけれども、これについては日本銀行の黒田総裁から記者会見等においてボラティリティが高まることは好ましくないので、これを縮小する努力を引き続き行っていきたい、あるいは、長期国債買い入れを必要に応じてより弾力的に運用するというふうな発言があったと承知しておりますので、日本銀行が適切に対応されることを期待しているところでございます。櫻井満君。ボラティリティが上がっていることについて財務省も危機感をお持ちですよね。南審議官。金利の水準動向、ボラティリティの動向等につきましても十分注意を払って、見ているところでございます。櫻井満君。そうすると異次元の金融緩和をやってから、こういう状態が出来上がってきました。異次元の金融緩和政策について財務省はどう評価されてますか。
南審議官。まずその今4月4日に金融緩和政策が取られて、2% の物価安定の目標を実現するために、日本銀行において取り組んでおられるというふうに認識しております。で、債券市場の問題につきましては、先ほど申し上げましたように、日本銀行においてボラティリティの縮小に取り組んでいただくべく、やられていると承知しておりますので、その対応に期待しているところでございます。桜井満君。財務省の設置法にちゃんと所掌事務に書いてあるんですよ。所掌事務をやるかやらないかってのはすごく大事なことでしてね。ですから改めてお伺いしますが、根本的な方針はそれじゃ間違ってないんですね。根本的な方針はそれでいいけれど、今のところ副作用が出てるからそれについてだけ注視してくれと。本質的な7割国債を買い取るという、しかも長期間のものを買い取っていくということについては、財務省はその政策でいいと思いなんですね。南審議官。繰り返しになりますけれども、日本銀行において 2% の物価安定の目標を実現するために取り組んでいただいていると承知しております。で、これが多額の国債買い入れを伴うものでありますので、債券市場に影響を与える可能性があるので、十分注意してまいりたいというふうに考えているところでございます。財務省、しっかり質問に的確に答弁をしてください。もう一度。日本銀行において、物価安定目標の実現、金融政策の観点から取り組んでおられるという評価をしているところでございます。桜井満君。いいですよ。じゃあ物価が安定することを、そういうふうに評価すると、評価するんでしょうかね。それは注視してるんでしょうか。それではですね、リーマンショックの後に FRB が大幅な金融緩和政策を行いました。当時金利をですね、 5% を超えるところから1年半かけてゼロ金利にいたしました。この政策によってアメリカの物価は上がったんでしょうか。もし答えられるなら、雨宮理事、お答えいただけますか。雨宮理事。この間の FRB の金融政策につきましては、リーマンショック後の非常に激しい金融の変動およびデフレ圧力に対抗するために、措置が講じられたものでございます。で、この間の評価という点では、まだその3番目の QE3 というものがまだ終わってませんので、全体的な評価は時期尚早かと存じますけれども、結果的にはまずデフレを食い止め、かつ金融システムの安定をギリギリのところで確保した、その上で、アメリカ経済の緩やかではございますが、回復経路への道を開いたということで、効果はあったというふうに評価してございます。ただし、先生のご質問にあるとおり、物価上昇率だけを見るとそれがどんどん上がったということにはなってございませんけれども、人々のこれ大変大事な期待物価上昇率というものは、大体この 2% 前後でアンカーされているというふうに理解してございます。桜井満君。この当時物価は下落したんですよ、大幅にね。それはもう金融日銀の政策決定会合に私も1年出させていただきましたから、そこでああいう議論がされていればですね、当然ですね、当時のゼロ金利政策についての評価はなされているはずなんです。でもいずれにしろですね、大事な点を申し上げると、こういうことで本当に物価が上がってくるかどうかなんです。今日本銀行は3つの物価上昇の経路を描いてますね。で、一つは金融緩和によって物価が上がってくるんだということだと思いますが、もう一つは、ね、期待感だと言ってます。で、その期待に働きかけるもの、私は残念ながらそこはなかなか難しいと思っていて、結果的には3つ目のですね、円安によるですね、物価上昇のところが今全面的に出てきております。いわゆるコストプッシュ型の悪い物価上昇になってきていて、株式を持っていない方々にとってみれば、特に年金生活者の方々にとってみればですね、年金は上がらないし、物価は上がるしで、本当に大変なことになるんですよ。こういう物価上昇をさせることがですね、本来の日銀の今回考えていた異次元の金融緩和政策なんですか。これは予定通りですか。予想通りなんですか。雨宮理事。これは先生には申し上げるまでもございませんが、私どもがこの異次元の金融政策で想定している物価上昇のパスというのは3つございまして、1つはマクロ的な需給バランスが改善
していくこと、二つ目は人々の先ほど来議論になっておりますけれども、物価上昇率予想がかつてのデフレ予想から変わっていくこと、で三つ目がおそらく、円安も含めて輸入物価ということを想定してございます。でご指摘のとおり円安だけで物価が上がる状態というのはこれコストプッシュだけでございますので、決して順調な景気回復に対してはマイナスの影響も及ぼし得るわけでございまして、私どもとしてはあくまで今申し上げた3つ、需給バランスの改善、人々の気持ちの変化、そして輸入物価というのを全体を通じてですね、経済が全体としてバランスを持って改善し、企業収益、雇用、賃金がの改善とともに物価上昇率が上がっていくという姿を実現すべく努力してまいるつもりでございます。桜井光君。しかし今のところ出てきているのはコストプッシュ型の物価上昇だけですよ。全面的に出てきているのはね、ここのところについてどう思ってんですか。これが今全面的に出てるんですよ。だから国民の皆さんの生活本当に大変になってますよ。このことについては予定通りなんですね。じゃあ自分たちが異次元の金融緩和をやったらこういう物価上昇も起こることはこれ想定の範囲内ですね。天宮理事。今申し上げたとおり、この金融政策の効果、波及ルートはいくつか、複雑なものがございまして、これは今の段階でまだこれ導入して2ヶ月半でございますので、判断するのは尚早かと存じますが、実際にこの数ヶ月を取ってみましても、企業の生産活動とか、あるいは消費企業マインドの改善等を見ますと、一つ目に申し上げました、このいわば経済の体温の方を規定する需給バランスの改善、あるいは人々の気持ちの変化というような前向きの変化も確実着実に起きているというふうに見ております。桜井充君。一部ですね、輸出大企業であるとか、それから旅行会社関係でしょうかね、ここはプラスになっていると思います。マイナスだけだとは申し上げません。それから株高になって含み益が出て、ですから高級品が売れていると、これは大きなプラスだと思ってますが、一方で中小企業はどうかというと、これは多摩信金のデータなんか見ても3月の段階でもう 50% の中小企業が大変になっていると答えているわけです。一番は何かというと原材料費が上がって結局価格転嫁できないというところに問題がありましてね。ですから中小企業の利益率これ減ってるんです。私の知り合いの会社なんか毎年ボーナスちゃんと出してたのにボーナス出せなくなりました。これが現実ですからね。ですから表に出てきているような数字だけ見てですね、経済が活性化されたとかなんとかおっしゃってますが、私は地方に行くと全然違うんじゃないかと思ってるんです。で、改めてこれ財務省にお伺いしておきますが、こういうことをやってきて本当にいいんですか。それで財務省は今度何をやるかというと、漁業関係者についてはですね、燃油対策だと言ってこれお金出すんです。だけどトラックはどうなるんですか。トラックについてはサーチャージ乗せられなくて苦しんでるんですよ。でこの人たちは1円が安くなると160億円のコスト増になっていて、ざくっと申し上げれば20円の円安になってるからもう3000億以上のコスト増になってるんですよ。これ潰れますよこんなのは。でなぜ財務省は一部の産業には補助金を出してですね、一部の産業には全く無視をしてくるのか。電気料金が上がってですよ。例えばメッキ業界っていうのはこれもう電気分解ですから電気料金に完全に依存しているわけです。じゃあこういう人たちに対しては何の手当もないんですよ。おかしくないですか。つまり今のような異次元緩和政策というのが、異次元の金融緩和政策が適切なのかどうかということをある程度早めに私は判断する必要性があるんだと思ってますが、財務省いかがでしょう。南審議官。先ほどの繰り返しになりますが、今の緩和策については、早ければ2年後を目途にその 2% 物価安定目標を実現するという政策でございまして、現時点ではそれを見守ってまいりたいと思っております。桜井充さん。わかりました。じゃあ今のところ財務省はそれをずっと見ていくという方針だということだけはよくわかりました。じゃあ改めて日銀にお伺いしますが、例えば一番理想的な姿は何かというと、この金融緩和政策を行って企業がですね、企業がというよりも銀行の貸し出しが増えてくるということが、これは日銀の狙いですよね。それは確認させていただきたいと思います。天宮理事。委員長。最終的には経済全体が先ほど申し上げたとおりバランスの取れた格好で改善していけば銀行貸し出しにつながるというふうに考えてございますけれども、金融政策の波及効果としては貸し出しだけ
ではございませんで、今回の政策も長めの金利や資産価格のリスクプレミアムに対する働きかけ、それから人々の期待と、いわゆるポートフォリオリバランス効果、そして期待の変化といった多様な経路を想定してございます。もちろんその中で貸し出しの増加というのも重要な経路の一つであることはご指摘のとおりでございます。櫻井充君。でも企業活動が活発になれば当然のことながら民間の金融機関からの貸し出しが増えるんじゃないんですか。それはもしかすると民間の、じゃあ民間の金融機関は、内部留保が相当ありますから内部留保を使って設備投資をするという経路をお考えなんですか。それとも社債を発行してそれで資金を調達する、そういう経路をお考えなんでしょうか。一般的に申し上げればですよ、一般的に申し上げれば貸し出しが増えてということを想定されているんじゃないでしょうか。つまり今の金融機関の抱えている国債を日本銀行が買い取ってキャッシュになってますよね。このキャッシュをどう使うかというところは最大の問題だと思うんです。これを国債をまた買ってもらうんであればはっきり申し上げれば日銀が財政ファイナンスしていることと全く同じですよ。だからそうじゃなくてこのお金が別なところに行ってもらわないと困るんでしょ。違いますか。天宮理事。ご指摘のとおりでございまして、ただいま申し上げました長期金利、私どもはこの大量の資金をマーケットに供給いたします。でその効果、量的な質的な緩和の効果としてはその長期金利あるいは資産価格への働きかけ、それから先ほど私ポートフォリオリバランスというふうに申し上げましたけれども、これは決して投資家がいろんなものを買うというだけではなくて、銀行のポートフォリオという貸し出しが大きいわけですので、やはり銀行の貸し出しに対する姿勢が変わるということも重要な経路の一つでございますし、何よりも先ほど先生ご指摘になりましたとおり、企業活動が活発化すればもちろん現在日本の企業というのは非常にそのキャッシュリッチでございますので、直ちに設備投資資金の借り入れに結びつくかどうか、これは時間がかかる可能性がございますけれども、最終的には実体経済活動とそれを支える金融活動がバランスよく改善するということを目指しているというのはご指摘のとおりでございます。櫻井充君。過去のですね、今当座預金増えてますよね、どんどんね。日銀の当座預金が増えた際に、過去は、民間の金融機関からの貸し出しは増えてるんでしょうか。天宮理事。答え申し上げます。過去の時期で、これは先生ご承知でいらっしゃる上でのご質問かと存じますけれども、因果関係というのは、例えばベースマネーを増やして、貸し出しに対してどういうルートで結びつくかって非常に難しい議論がありますので、事実関係だけ、申し上げますと、過去私どもがやった大きな緩和としてはですね、いわゆる2001年から2006年のまず量的緩和期がございますが、この時民間銀行貸し出しは一番前年比で、ちょっと私今手元の数字ではなくてグラフを見てるもんですけど、見てるので正確な数字ではございませんが、2003年頃にマイナス 4-5% まで行った後、2006年にプラス 0.2 まで回復してございます。それから2010年リーマンショックの2年後後に導入したいわゆる包括緩和期、これは先生にも大変決定からお世話になりましたが、包括緩和期においてはですね、10年の終わり頃包括緩和を導入した時期の貸し出しの伸びがマイナス 2% ぐらいだったものが、ごく最近昨年末で言いますとプラス 1% 台の後半まで一応伸びとしては回復しているということだけ申し上げます。櫻井充君。しかし、1回目増やしてみてですね、効果がないからやめたんですよ。1回やめてますよね。効果があったんであれば、そのまま継続すればよかったんですが、結果的にはそこまで積み増しなくてもいいと言ってやめてるんですよね。で、その次にもう一度改めて始めてるんです。ですが、それに見合っただけ本当に融資が増えているのかというと、民間の金融機関からの融資が増えているのかというと、残念ながら増えてないんですよ。そうすると今のやり方だと副作用の方だけが強く出てくるんじゃないのかということを心配しているんです、こちら側は。そこに余ったマネーが、先ほどですね、資産のところという話になりましたが、例えば世界で金融緩和やってどういうことが起こっているかというと、新興国でバブルが起こったりとかですね、これは日本銀行で相当議論になったはずですよ、問題があるんじゃないかということはですね。ですからその点から考えてくると、果たしていかがなものなのかと思うんです。それから国債は満期まで持っていただければ大丈夫ですよ。しかし日本銀行が長期間の国債を買い続けるということはリスクを相当背負うことになりますね。
こういうやり方をして本当にいいんでしょうか。満期まで持ちますということになったとしても、しかしバランスシート上は毀損することになりますからね、日本銀行が。中央銀行のバランスシートが毀損するようなことになったら、世界からの信用を失うことになるので、私は現時点でこういう政策を取るべきではないんだと、そう判断しております。日本銀行はいつの時点で今の政策の判断、政策を、まあ、今の政策が適切かどうか、私は黒田総裁がですね、日銀の総裁の候補に上がった際に、方向性が間違っていたら、ちゃんと政策を改めてくださいねという質問したときに、2% の物価上昇目標については下ろせないけれど、手段としては考えるというふうに言われました。手段についての判断はいつごろ下される見通しでしょうか。天宮理事。私ども4月4日に今回の量的質的金融緩和を公表した際にですね、今後の政策運営の方針として、この 2% の物価安定目標を安定的かつ持続的に達成するためにこの政策を継続するとともに、さまざまな情報下方上下のリスクを点検しながら対応するということも申し述べてございます。今先生ご指摘のありました、例えば金融面のリスクといったこともその上下のリスクの中に含まれているものとして点検をしてまいりたいというふうに考えております。櫻井充君。いずれにしろですね、これ我々の年金の運用の一部は国債で運用されているんです。でこれが破綻するようなことになったら本当に大変なことになるんですよ。そういう意味できちんとですね、この管理をしていただきたいと。特に財務省は監督権限があって、国債に関することもこれ責任者ですからね。これは日本銀行じゃありませんからね。今日本銀行が全部その国債管理のところにの全、私は矢面に立ってあんな答弁する必要ないと思ってますけども、ここは財務省の責任なんですから、そこのところだけはきちんと認識しておいていただきたいと思います。それからもう一つ、最近ちょっと気になっていることがあって、インターネットで薬を販売するということです。私はこれの今日は賛否を申し上げるつもりはありませんが、これの議論のあり方が私はおかしいんじゃないのかと思っているんです。利益相反という概念がありますね。つまりそこの関係者がですね、議論の中心になっていって、まあ、自社の企業、まあこれは規制改革会議の、昔の規制改革会議の時の、とある企業の方も同じことだったんですよ。名前はもう申し上げませんが、まあこの人がやった結果どうなってるかっていうと、自分の会社からも出してるんですけど、その規制緩和の項目はものすごく多く採択されている。その人が所属されている、確か貸企業だったと思いますけれども、そこのところからも、相当緩和されてきていてですね、これはね、利害の抵触に当たるんですよ。今のような議論を聞いていてですよ、ある企業が自分のことをやりたいことがあって、で、そのことをどん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 国会の中で推進していくというふうになってくると、私は歪んでくると思うんですけどね、今の、議論というのは、利害の抵触には当たらないんでしょうか。内閣官房日本経済再生総合事務局、赤石次長。お答えいたします。産業競争力会議、我が国の産業の競争力強化、国際展開に向けた成長戦略の具現化推進、非常に幅広い観点から調査審議を行うことからですね、メンバーにつきましても、産業競争力強化、あるいは国際展開に深い問題意識を持っている方、あるいは学識経験者に参加いただいております。で、他方時間も限られていることから、すべての利害関係者に会議にいただくことっていうのは、私ども非現実的だと思っておりまして、先生が利害関係者だけが議論をしているのではないかというご議論もあるんですが、これにつきましては、必要な関係者、特に厚生労働大臣とか同省幹部の方々にもですね、こういったその健康長寿や薬品のインターネット販売について議論がなされるときにはご参画いただいておりまして、私ども一方的な議論をしているという理解ではございません。櫻井充君。これ、まあいいですよ。その今薬の対面販売とかいろんなことやってますが、それは私、まあ、今回は述べませんけども、多分代店法から代店立地法に変わったときと同じようなことが起こりうるんです。要するに規制緩和って何かというと、参入者が増えていくので、強い業種だけが利益が出てきて、パイが大きくなるってのはあまりないんですよ。で、そうすると何が起こるかっていうと、田舎のですね、薬屋さん、小さい薬屋さん、私潰れていくと思っていて、そうなると、まあ、車でその買い物に行けるかどうかっていうことになると、なかなか難しくなってですよ。救急外来とかに患者さんが来るんじゃないかという、そういう心配をしてきています。で、まあ、そういう観点で議論されているのかどうかわかりませんが、いずれにしろその今の議論というのは、
規制を破ることがいいことであって、その規制を守っていくということが悪という考え方に立ってずっと議論されてきていて、繰り返しで恐縮ですが、ある一方の利益を出す人たちだけが集まって議論するというのは、私は利害の抵触に当たってくるんではないかと思っているんです。改めて質問いたします。利害の抵触に当たるか当たらないか、その点だけお答えいただけますか。赤石次長。繰り返しになりますが、産業競争会議、非常に幅広いテーマについて議論しているわけでございまして、およそ一部のことについてですね、少しでも関わりありがある場合には、利害の抵触に当たるということでございますと、どなたにも参画いただけないということになります。で、今回の場合につきましても、私どもはそういった観点から、そればかりをやっているわけではないわけですから、必ずしも利害の抵触に当たるというふうには考えてございません。櫻井充君。まあいいです。利害の抵触に当たらないということなんですね。それは認識の違いだろうと思いますので、まあこれはまた別の機会にやらせていただきます。それから前回の委員会で、自殺対策について質問させていただきました。我々の政権で15年ぶりでしたか、3万人を切るということになりまして、私はこれは、まあ我々の政策としてですね、きちんとやれたことの一つだと自負しておりますが、今回25年度の予算を見てみると、自殺対策予算が削減されております。なぜうまくいっていた予算を削減するんでしょうか。厚生労働省社会援護局岡田障害保険福祉部長。ご指摘のとおり、自殺防止対策事業につきましては、厳しい財政状況の下で、平成24年度の約1億3000万から、平成25年約1億円、23% の減額を、とされたところでございます。この補助金は、都道府県の枠を超えまして、全国で自殺予防の取り組みを行う団体に加えまして、先駆的な自殺予防の取り組みで全国、今後全国で実施される取り組みのモデルとなる事業を行う団体に対する助成を行ってきたところでございます。先生ご指摘のように、今回の予算の減額に伴いまして、現場で自殺防止対策に取り組んでおられる団体に対して十分な助成を行えないというケースも出てくると思いますが、昨年の補正予算で内閣府の助成によりまして、各都道府県に合計30億円の地域自殺対策緊急強化基金の活用、基金が積み増されたこともございますので、こういった基金を活用することが可能なケースも出てくるのではないかというふうに考えております。で、このため、今回の、厚生労働省の自殺防止対策事業に応募していただきましたが、採択されなかった事業を行う団体などに対しまして、同基金の活用が可能である旨の周知を図るなど、現場での自殺防止の取り組みに支障が生じることのないように努めてまいりたいと考えているところでございます。櫻井充君。すいませんが、基金を積んだことと、それから当初予算とどういう関係があるんでしょうか。すいません。じゃあ、あなたにお伺いしたい。補正予算というのは財政法上どういうふうに位置づけされてますか。岡田部長。ちょっとその財政法上の取り扱いは、承知しておりませんが、先生ご指摘のように、当初予算と補正予算は全く関係ないものだというふうに考えておりまして、補正に積んだから、当初予算が多く減らしたことが、問題ないということではないというふうに認識しております。ご指摘のとおり、この自殺防止対策につきましては、25年度、前年度に引き上げて 23% の減額をしたということは、事実、ご指摘のとおりでございます。櫻井充君。ですね、うまくいっていた政策を予算上の措置で減額されるってどういうことですか。人の命が大切じゃないんですか。改めてお伺いしておきますが、まず補正予算を積みましたと、この根拠を教えてくださいよ。補正予算というのはどういう予算ですか。まずこの点についてちゃんと答えてください。止めてくれよ、時間がある。速記を止めてください。岡田部長。財政法の第29条におきまして、
補正予算は、補正予算編成の手続きに順次補正予算を作成し、これを国会に提出ができるということで、そのことができる場合として、法律上または契約上国の義務に属する経費の不足を行うほか、予算作成後に生じた事由に基づき、特に緊要となった経費の支出、または債務の負担を行うための必要な予算の追加を行う場合、2番目として予算作成後に生じた事において予算の追加以外の変更を加える場合ということになっております。櫻井満君。そうすると自殺対策費の30億の基金というのはこの法律上のどの文言に当たるんですか。岡田部長。この29条の第1項の方の、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出に該当するのではないかというふうに思われます。櫻井満君。それでは具体的にその例を説明してください。内閣府大臣官房杵渕審議官。緊急強化基金の平成24年度補正予算の積み増しにつきましては、経済状況の悪化等により年度末に向けて自殺リスクの高まりが予想されるため、地域自殺対策緊急強化基金への積み増しを行い、平成24年8月に見直しを行った自殺総合対策大綱も踏まえ、地域における自殺対策の体制及び取り組みを強化するためのものであったようと承知しております。櫻井満君。今年度末という言葉でしたね。年度末というのは3月という意味ですか。そうするとこれはいくら使われましたか。ちょっと速記を止めてください。杵渕審議官。はい、大変失礼いたしました。25年度末まで実施期限を延長しているところでございます。櫻井満君。これは財政法上どうして許されるんですか。つまりこの補正予算を組む際のどこの要件に当たるんですか。速記を止めてください。杵渕審議官。すみません、手元にちょっと財政法上の条文を持ってきておりませんけれども、先ほど財務省の方からお話のあった規定等によって、認められたものと承知しております。読めない。ちょっと速記を止めてください。
絹渕審議官。先ほど申し上げましたとおり、経済状況の悪化等により、自殺リスクが高まった中で、平成24年8月に大綱の見直しを行いましたので、それを踏まえて、必要になった取り組みを進めていくということで、25年度末まで、期限が認められたものと承知しております。櫻井充君。補正で、じゃあすいません、計上したものは、年度内にいくら使いました。もともと使えないんであれば、25年度の当初予算に組み入れるべきなんですよ。まずその点についてきちんと説明してくださいね。木根淵審議官。24年度内の執行状況については、まだこれ今取りまとめ中でございまして、現時点ではお答えできないところでございます。櫻井充君。それではリスクが高まったという根拠を教えてください。木根淵審議官。木根淵審議官。経済状況等の悪化等を踏まえまして、自殺リスクの高まりが予想されることから、このような形にしたものでございます。即止めてください。木根淵審議官。自殺対策大綱を昨年8月にまとめたところでですね、緊急に対応すべき課題として、地域レベルの実践的な取り組みを中心とする自殺対策の転換、また自殺未遂者あるいは若年層対策、特に若年層につきましては、自殺死亡率等が減少してきていないといった問題を捉えて、そうしたことを含め、年度末に向けて自殺リスクの高まりが予想されるということで、このようになったものと承知しております。櫻井充君。自殺者数は減ってるんですよ。自殺者数が減ってるのに、どうしてそういうことになるんですか。木根淵審議官。我が国の自殺者数はご案内のとおり、平成10年以来、14年連続で3万人を超えて推移しておりまして、全体としては深刻な状況が続いているという認識でございます。平成24年の自殺者数は3万人は下回っておりますが、経済状況、その時点では依然として予断を許さない状況であるというふうに認識をしていたところでございます。櫻井充君。それでは緊急にやらなければいけない予算だからこれを計上しました。そうすると、計上的に出す分を削減する理由を教えてください。岡田部長。継続的に出す予算というのは、先生、先ほどからご指摘いただいた自殺防止対策事業のことだと思いますけれども、これは予算の中で、財政状況が厳しい中で、そういう取り扱いをさせていただいたということでございます。櫻井充君。じゃあ、お金がなかったから削減しましたということなんですね。その分、防衛予算とかそういうものが増えましたから、結果的には、今の安倍政権というのはそういう政権なんだろうと、人の命よりも、国防が大事ですということなんだろうと思うんです。で、そこでですね、もう一つ申し上げておきたいことがあるんですが、私はこの自殺対策予算どうなったんですかと、で、部屋に説明に来ていただいた際にですね、減額するした、されたということを認めずに、他の予算をですよ、自殺対策予算だと強弁されて、全体として増やしたんですと、そういう説明をされてましたね。こういう虚偽の説明されるというのはどういうことですか。岡田部長。私が先生のところに行ってご説明をさせていただきました。で、それで、政府全体での自殺対策関係の予算ということで、これは内閣府の方でまとめていただいています、自殺対策大綱に基づいて、関係省庁がどういう予算を計上しているかについて、内閣府の方でおためいただいている予算について、ご説明に、参りました。で、その予算が全体として、先生ご指摘のようなご説明をさせていただいたということでございます。ただ、
まあ、本来私の方で、先生ご指摘の、まあ、我が省、私のところで管轄します自殺防止対策事業の予算が、まあ、減額しているということについて、まあ、十分な説明ができなかったことについては、大変申し訳なく思っているところでございます。桜井充君。しかしそれ自殺対策費として基本的に計上されるべきものですか。本質的な、もともとその内閣が自殺対策としてかなりのものを積み増したものは、これ本来一義的には自殺対策費で、対策費ですか。岡田部長。まあ、内閣府の方でお取りまとめていただきました、まあ、自殺対策関係予算でございますが、これは、まあ、自殺対策大綱で掲げられているいろんな、実施にかかる予算を、まあ、取りまとめていただいたということでございます。で、その事業の中には、まあ、直接の自殺対策でないものも確かに含まれているところで、ございまして、まあ、いろんな事業になる中で、結果として、まあ、自殺防止に資するというものも、まあ、入っているというようなことで、まあ、それも全体としては、まあ、自殺対策大綱ので定められている事業を実施するための予算という形で整理されているものと認識しています。桜井充君。例えばね、生活困窮者の支援の充実というのは、これ生活保護に至らないようにするために予算措置したんですよ。これ社会援護局と話をして、村木さん困って来られたから、これ何とかしようって財務省説得して、これついた予算ですよ。こんなもん自殺用対策の予算じゃないことはっきり分かってますよ。私はこういうのを計上してね、私に嘘の説明をするんですよ。国家公務員として私は国家公務員法に抵触すると思いますが、いかがですか。岡田部長。まあ、ご指摘のその生活保護の関係の経費でございますが、これについては、自殺対策大綱、自殺総合対策大綱の中に、まあ、位置づけられている生活困窮者への充実の支援というところに、まあ、該当するということで、まあ、そういう整理をさせていただいているところでございます。ただ、まあ、先生ご指摘のように、まあ、直接の自殺対策、でなく、まあ、他に幅広い中で、結果として、まあ、そういう部分があるというようなことであるというような予算であるのは、まあ、ご指摘のとおりだと思います。で、そこにつきましては、まあ、私が説明する際に、まあ、十分ご説明ができなかったところについては、深くお詫びしたいというふうに思います。桜井充君。あれ、法律がどっか行っちゃったな。国家公務員法のね、違反だと思うんですよ。まあ、今度もう一回やりますが、そうであればですよ。しかしね、我々国民の代表者なんですよ。その代表者に対して、その違う説明をするということ自体は、私は国家公務員法に触れると思ってるんです。どこ行っちゃったかな、法律が。どっか行ってしまいました。まあいいでしょう。まあ、懲戒なり何なりに私は当たると思って、多分3項目のところにあったんですが、まあいずれにしろ、こういうことをやり続けていること自体がおかしいと思いますよ。今の説明でもですね、本当に適切な説明をしているのか。例えば、補正予算なら補正予算のところで財政法上にのっとって補正予算を組んでいるのかというともう違うんですよ。だってもともとこういう言い方してたでしょ。要するに25年度の15ヶ月予算なんだというふうにずっと説明されてました。我々補正予算に反対した最大の理由は何かというと、財政法上ですよ。こんな予算はありえないんです。ルールを無視したようなやり方で予算を組んできて国家財政を悪化させてるんですよ。財務省どうしてこういうことを認めるんですか。これは補正予算として本当に適切だと思いますか、財務省。副大臣長。ただいまご議論の予算の個別の詳細はちょっと存じ上げておりませんが、まあ、財政法上の規定に従って計上させていただいたという説明をしたと思います。それから15ヶ月予算はご承知のとおり昭和50年代頃から、まあ、1、2、3月の残っている期間と、まあ、次の12ヶ月を合わせて考えるという考え方で、まあ、それを15ヶ月予算と、まあ、いわば政治的に称しているということがございましたんで、今回も、まあ、内閣発足当初から、まず補正予算を組んで、その後12ヶ月の予算を組む、合わせて15ヶ月で考えるという考え方で、編成されたところでございます。桜井充君。財務省が、万人である財務省がこういう予算を組んでいるということに対して私は危機感を感じますね。一番厳しくやらなきゃいけないところ。そしてしかも国家財政が厳しい厳しい厳しいと我々の政権の時散々言われましたよ。
国債の発行をなるべく抑えろと言われたのに、まあ、公共事業はウォーンと大盤振る舞いするとかですね、まあ、そういうことをやっていること自体問題なんじゃないかなと思います。今見つかりました。国家公務員法の82条に、まあ、こう書いてあるんですが、国民全体の奉仕者に足る、奉仕者、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合と、我々代表者ですからね、その人に対してきちんとした説明をしないっていうのは、私はこういう条項に当たってくると思いますよ。ちゃんとしたこれからですね、きちんとした行政運営をやっていただかないと、本当にこの国は大変なことになってしまうんじゃないかと、そう思っております。まあ、すいません、このことを指摘して私の質問を終わります。